イチェルのオラ様ランチ、イエーイ。はい、皆さんこんにちは。この番組の MC レイチェルこと広瀬玲奈です。はい、同じく MC のシンです。今日もお願いします。お願いします。この番組はユーストリームを使って全世界にお届けする視聴者参加型のオンライン番組です。はい、1時間生でですね、このギターについてのトークですとか、あとは、好きなアーティストの話でですね、1時間生で盛り上がろうという番組になっております。はい、チャットやツイッターから参加できるので皆さんどんどん書き込みしてください。お願いします。はい、今日はなんかもうのっけからあの書き込みがいっぱい来てますね。はい、小川さん、流星さんが来てくれてます。こんにちは、ありがとうございます。はい、こんにちは。はい、そして、今日はまたスタジオがなんか違うということなんですけど、今日はもうあの某見ての通り、そうですね、今日はもうちょっとした地下スタジオで、はい、某地下スタジオでちょっと王様ランチの地下室ですね。もう地下室で、うん、放送中です。放送中です。はい、ちょっとかっこいいでしょ。すごいね、こういうところでちょっと放送してみたいなと、うん、本当に皆さん見えますか、どんな感じに映ってるのかね。こうパソコンの画面真っ暗だから分かんないんだけど、そうなんだよねきっとすごいかっこよく映ってるんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、いつかね、おさまランチもこうやっていろんな場所でできるようになってきたので、また他の場所でもねやるかもしれない、やりたいななんて思ってるんですけど、今日はあれでしょ、やっぱりこう音を大音量で出せるように今日地下室でやってる感じでしょ、うん、あ、本当にそうなの。だってやっぱり結構ほら場所によってはさ、うん、ちょっとうるさいって言われたりするところもあるからさ、うんうん、やっぱりちょっと大きな音量出したいですと、ね、リクエストして、うん、今日はこの地下室でお届けしてますので、パイプのメタリック感が半端なくかっこいい。半端なくかっこいいでしょ。ねえ、かっこいいよね。すごいですよね、これは本当に、うん、こういう、私部屋に住みたい部屋にこういう部屋に住みたい。住むのね。なるほどなるほど、はい、今日絶対見られますよね。あ、これか、あ、マイクが、はい、マイクが邪魔ですね。はい、それで、そう、なんか部屋、こういう部屋にしたくて、私最近部屋改造してるんですけど。改造してるの自分で。そう、改造してどういう感じで改造してる。こういう風にしたかったの最初こういう、こういうなんかちょっとスチームパンクっていうか感じにしたくて、うん、改造してたんだけど、ね、無理だった私には無理だったの、うん、だからでも真っ白な部屋を作ろうと思って、はいはい、とりあえず私部屋にクローゼットがないんですよ、うん、あ、狭いよね、結構狭い。いや、部屋は広いんだけど、うん、広いのにクローゼットがないの。収納がないのね。そう、だから逆に広いんだよ、クローゼットないから。あ、その分、はい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 、そうだけど収納する場所なくて、うん、厳しいじゃん、それは厳しいですね、うん、だからクローゼット買ったんですかね、うん、で、この間届いて組み立てて、はい、自分で、自分で一昨日かなぐらいに自分で組み立てて、ほんとね、所要時間が2時間で書いてあったのね、うん、私5時間かかった。買いすぎじゃないこれやばくない、もうすごい大変だった。何に悩んだの。いや、悩んでない、もう普通に説明書ついてるから、その通りにパキパキやテキパキやってたの。それで2倍以上かかったの、うん、何があったの。いや、もう辛すぎる。まず重いからってこと。ね、多分あれ10キロ以上あるでしょ、あ、全体が、うん、あ、まあそうだろうね。木の板だけですっごい重い、はい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 、で両面にあって、でパイプも、うん、なんか結構な量あるし、うん、それを一個一個組み立てていくのにもう疲れちゃって。あ、けどそれ部屋見たい人いるんじゃない、どんな部屋になったのか。いやね、ちょっとブログに載せるわ今度。たまにブログとかの写真、自分の部屋の写真でも載せてるよね。いや、載せてない。載せないっけ。載せてないよあれ、なんか昔ブログの写真でさ、皆さん見たことないですか、レイナの写真でなんか部屋っぽい名前撮ってるやつって、あれ違うのかな。いや、私載せてないよ部屋。あ、本当に部屋の中で写真は撮るけど、うん、部屋全体は載せてたんじゃない。あ、全体はね、そうそうそう、なんかこれはレイナの部屋っぽいなっていうのは見たことあって、あ、こういう感じなんだと思ったけど、また違う、ね、そういうのもあるんだけど。そうだ、すんごい大変な思いして作ったんで、ちょっと後でブログに載せたいなと思いますけど、はい。もうあと先週僕はすいませんでしたね、勝手に乱入してね。もうびっくりしたんだけど。で、後にちゃんとストリートやって、うん、銀賞でね、銀賞で、はい、見てない人もいると思うんですけど、先週レイナが毎週日曜日にやってロッカービートカフェという CM があるんですよね。あ、CM じゃなくて大丈夫番組があるんですけど、それにアポなしで行ったんですね僕は。そう、なんか変なのいるなと思って変なのいるなっていう、うん、まあ、こんな感じの格好でギターと機材構えて待ってたんだよね、うん、でテラスの後ろ側にいて、うん、ずっと見てたの、こうやって、うん、遠くから、うん、そしたら京屋さんに見つけてもらって、
中入れてもらったんだよね。あれ見つけてもらえなかったらどうするつもりだったの？だからそのまま帰るんだよ。嘘でしょ。何しに来たのそれこそ。遠くから見に来たのかな。なんだよそれ。まあ、でも多分ね、うん、あのなんか孤独感のオーラはねすごい出てたから。早く見つけてよぐらいの、うん、そうだからすぐ分かったけど、うん、あ、マサさんが来てくれました、ありがとうございます。今日は地下室です。地下室でやってます。はい、地下でやってます。こういうのもいいねやっぱりね、うん、あのラジオでやってる時のあの感じの雰囲気僕好きなんですよ。ラジオ、あのラジオのやってるスペースあるじゃないですか。あ、ブースというか、はい、ああいうところで入って喋るのもなんかあの楽しいなっていうのは。嘘だ、喋ってないじゃん。喋ってないけど喋ってない、あの場にいるのがなんか楽しいな。意味わかんない、喋ってないけど喋らされてるっていうか、うん、いじってもらってる感じだけど、うん、あそこで生演奏したじゃないですか、うん、そう、あれ何人ぐらいの人聞いたのかね。あれ結構ラジオだからいっぱいたくさんの人が聞いてくれてたと思うんだけど、うん、あのブースで私も初めて歌ったの。そうそう、俺も大丈夫かなと思ったんですけど、ちゃんとなんか、ね、あのディレクターさんがマイクまで立ててくれて、ね、ギターにあのアコギだったから、うん、ちゃんどういう音でさ、リアルタイムに聞いてないから、あのどういう音で届けられてるのか俺は聞いてないんだけど、私も聞いてないんだけど、どういう感じだったんだろうね。よかったのかな、聞いた人いたら、もしかしてよかったら感想を教えてほしいよね。でレインボータウン FM ってあの地域のあのラジオ局ではすごく一番大きいんでしょ、確か。そうだからね、結構ねあそこの周りの人たちね、うん、聞いてくれてたりとかしてて、だよね、うんうん、だからちょっと楽しみだな、どういう反応なんだろうっていう、うんうん、そうなんですよ。さあ、流星さんがあ、ビーズのシングル買ってきましただって。あ、シングル、うん、アルバムじゃなくて、あ、違う、あ、シングルベストだ。あ、そう、シングルベスト、そうそう、欲しいな。1988年から1998年までの曲だって。そうかそうか、2つあんだよね、うん、もう今日もう1つ買うって、うん、欲しいなっていう。買ってないんですか。まだ買ってない、今日この前ね、あのミュージックステーション出てました。あ、出てましたね。すごかったのよ、ツイッターのね、うん、あのツイッターでさ、こうなんかリアルタイムにその時の注目ワードみたいに載るじゃん、はいはいはい、あれがすごくて。嘘、ビーズに出てる時は。なんかね、ニュースでもやってたよ。本当に、うん、なんかもう記念すべきベストを発売しましたみたいなので、うん、そう、PV も入ってるのがすごいなと思って。それもね、PV って結構サビの部分しか流れないじゃん、テレビで、うんうん、だから全部見るってなかなかそうないんですよね、うんうんうん、PV 集とか出した頃多分ないと思うから、あの人たちは、うんうん、そういう意味でも貴重だなっていうのはあってね、新曲もかっこよくてね、ちょっと僕、うん、あ、やばい、久しぶりに欲しくなったな。なるほど、うん、買いに行こうかなと思ってますけど。いいな、私もそういうなんかベスト版みたいなのいろんな人の欲しいな。ベスト版って持ってる？ね、なんて、あとね、浜崎あゆみさん あのホワイトとブラックっていうのが出てて、はい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 、それは2枚とも買ったの。ああ、すごい人気だったもんね。すごい人気だって、でしかも結構その時あゆにハマってて、あゆにハマって、そうで買ったんだけど、それ以外のベスト版ってあんまり買ってない。あ、そうかそうか、でベスト版ってほら結構、あ、ミスチルのを買った、サイのやつ、そうそうそう、あれは欲しいなと思って買ったのかな。いいよねベスト版出せるって。でも最近ってさ、なんかいろんなアーティスト見て思うんだけど、うん、ベスト版出すまでの年月短くないですか皆さん。あ、そうだね、確かにそれは、ね、5年、たった5年やってベスト版出す人とかいますね。いるいる、結構かなりの曲数を発売してたりとか、うん、僕の中ではなんかこうベスト版っていうともう10年以上はやってる人たちが出すイメージなんですよ。あー、なるほどね。で当時僕が中学校か高校ぐらいの時に、あのチャッターの皆さんも多分その時代見てたと思うんですけど、うん、リアルタイムだったと思うんですけど、ベスト版ブームってのがあったんですよ、うん、日本で。あの2000年代ぐらいの初めぐらい、はいはい、あのいろんなビッグアーティストがベストアルバム出す、サザンとかそれこそビーズとかマットやユミさんとか、うん、まあ、そのベスト版を出しまくった時代があったんですよ、皆さんが一斉に、うん、であの時の記憶が残ってるから、まあ、最近 そのアーティストも、ね、ベスト版出すんだけど、うん、なんか結構短くね、5年しかやってないから、アルバム4枚ぐらいでもうベスト版出しちゃってるみたいな。あ、なんか早いなっていうのは、ね、日本のアーティストが早いんじゃない。海外のアーティストって結構さ、うん、時間経ってから出したりする。そうだし、あんましベスト版って出さないんじゃない、出さないかな、海外の人って。そっか、だって そもそも海外の人ってシングル出さないからね。そうだね、あ、そうだね、うん、そういえば、そうそう、日本だけだからあんなシングル出してアルバム出すっていうのは普通はどこ行ってもアルバム出してから人気のある曲は後でシングル買って出すっていうのは、そうそう、普通だから日本だけなんですよ、やっぱこういう形。確かにそうだ、アブエルもね、出してて、うん、ね、
一回ベスト版出して、はい、その1年後ぐらいにまた同じ曲、全く全部同じ曲が入ったアルバムにプラス新曲が入ったのを一個出してたの。それ絶対あれでしょ、契約でしょ。わかんない、そうなのか。でも日本版と海外版も両方あってとか。あ、あるのか。そうそうそう、欲しい人は欲しいだろうけどね。いや欲しい、欲しくて買ったけど新曲がどうしても同じものだと買わないからさ。そうそうそう、新曲入れたりとか PV 入れたりとかするけど、うんうん、いろいろこの事務所の契約の問題でこう何枚か出さないといけないって初めに決められてて、そうなんだ。あのベスト版をまあ、アルバムオリジナルアルバム出せないから、うん、でもベスト版出しちゃう、出す人たちもいるけどね、中には。そういうやつもあるんですね、うん、なるほど。まだアブリル中止になっちゃったよね。そうなの、あのアブリルが大阪だっけ、はい、大阪で広島ではあ広島か、はい、広島でちょっとライブをねやるってなってて、うん、で、来るんだなんて思ってたら、うん、いきなり中止。そうそう、先週の放送ではアブリル来るよとかって言ってて、そう、なんで広島なんだろうねとかって話したけど、そう、来れなくなっちゃいました、あっという間に日本来るってアナウンスじゃ直後に来ないってなってね、ショックだった。あと、ね、どうしちゃったの。結構ね、クラプトンもね来れなくなったっていうか、クラプトンはなんか、ね、全部じゃなくて2公演だけ、2公演だけ中止になった。ヘルニアでしたっけ。そう、腰がね調子悪いみたいで。確かに何時間もさ、ぶっ通しのステージでずっとギター持って立って歌ってるって相当体力いるみたいだから、うん、やっぱり70歳でしょ、もうすぐ、うん、いや結構それはなんか信憑されるよね、大変なんだろうなっていうのは。そうだね、やっぱりギターってやっぱり腰にくるのかね。腰にくる。あ、くるんだ。あ、めちゃくちゃくる。で、まあ、歌ってるもうギターボーカルは分かんないけど、うん、あの結構重心落とすからさ、うんうん、腰に結構一気に負担かかるんだよね、うん。あとこうギタリストによってはさ、これ前傾姿勢でこうやって弾いてたりするから。あ、クラプトンって結構前傾だよね。あ、そうか。でボーカル前からこうやって やんないと歌えないから、うん、どうしてもこう直立にはできないんだよね、うんうん、それで結構腰に来ちゃうっていうのもあるよね。なるほど、やばそうだな、うん、辛そう。けどレイナもギターボーカルじゃん。うん、私腰やばいね。まあ、まだ二十歳だから。いやでもやばいと思う、結構今の時点でも。いや今の時点でね結構腰きてるんだよ、ね、そうそう、だってストリートでギターボーカルデビューするっていう予定だけど。そうそうそう、やろうと思ってるんだけど、なんかね最近あのてかこの間その話戻っちゃうんだけど、うん、あれ作ったじゃん、クローゼット。はい。でクローゼット作るのに部屋がさ狭いからさ、クローゼットがでかすぎて組み立てられないから、うん、ベッドを縦にしたの、うん、邪魔だから、うん、で今クローゼット作りました、はい。で戻せばいいんだけど、戻す前に一回全部掃除したくて、うん、まだ戻してないのね、うん、でここ3日間あの床で寝てんの。いや板で床で寝てんの。板で寝てんの。あ、なんかそれはそれやばいでしょ。そうやばい、あの普通に敷布団もないのね。その話だけ聞いてるとなんか寂しくなる。そう、ないわけじゃなくあるんだけど、うん、でも出すのめんどくさいし、はいはい、しまなきゃいけないから、だから敷布団もなくて、うん、板の上プラス、うん、枕も、うん、あのタオルケットをぐるぐる巻きにして、いや絶対まずいよ。でリビングの板の間で寝てて、で腰やばいの今。いやいや、それまずいでしょ。まずいよ、ね、大丈夫ですか。もうそうそう、だって今週ぐらいにもギターボーカルでやろうって言ったのに大変ですよ。いやだでもね、思ったのが、うん、前にテレビでサンプラーズ中野さんが言ってたんだけど、はいはいはい、板の間でしか寝ないんだって、あの人。うん、それはそれどうなんですか。健康法みたいな。そうだな、本当本当。なんか腰がまっすぐになって逆にみたいな。いや、あの人すごい結構健康オタクで、うん、もう走ったりとかすごいじゃないですか、はいはいはい、食べ物とかも、はいはい、お肉は絶対食べないとか、うん、そういうのやってて板で寝るって言ってて。いや絶対それ、いや普通の人は無理だよそれ。でも首おかしくて今日朝首曲がんなかったんだけど。まずいねそれ。大丈夫ですか。そろそろちょっと部屋掃除して、はい、ベッド戻そうと思うんだけどね。書き込みの方は来てます。あ、アッキーさんが来てくれました、はい、ありがとうございます。膝大丈夫。あ、そう、膝大丈夫なんですけど。怪我したの昨日。はい、あの自転車乗ってたんですよ私、はい、で自転車あんまり得意じゃないんですけど。自転車得意じゃないの。自転車も得意じゃないんですけど。それもなんか面白い話じゃない。自転車面白くはないよ。え、自転車得意じゃないって初めて聞いたよ。え、得意じゃない人いるでしょ。でもだっているのそれ、うん、あ、そうなの。私あんまり自転車ダメで、はいはいはい、で知っていながら昨日はやっぱ乗る、うん、乗らざるを得なかった、うん、乗らざるを得なくて
で行って自転車乗ってて、はい、信号が赤になったから普通に赤で止まるじゃないですか、はいはい、で待ってたんですよ、うん、信号で青になるの、うんうん、そしたらいきなりよろけて、なんで止まってんのによろけてそう信号待ちでよろけたのそれ得意不得意のそれ考え、ね、バランスバランス感覚なんか足ついてるでしょ足ついてて、うん、ぼーっとしてて、うん、おっとってなったら、なんか思いっきりバンって横に倒れちゃって、うん、で自転車とあの地面に足が挟まって、うんうん、膝をがっつりやってしまってわそれまずいねでもう折れたと思った折れたって思って、まあ、か弱い体してるからねあなたいやいやいやでも折れたと思って、はい、見たらすごい真っ赤で青くなってて腫れてたのね、うんうんでやばいなこれと思ったけど1日経ったらほとんど問題なし全然問題なかったブログ載せたんですよブログ載せたあそれ絶対心配するでしょ皆さんそうでも全然大丈夫あよかったね、うん、痛いけどギター持ったら危ないよそれねギターは持ってないけど、うん、持ってなかったからよかったけど足が折れるとこだった本当にいやそれまずいですよでもそれ痛いよりも先にね恥ずかしい方が大きくてあ、まあね、あのその瞬間痛くなかったあ後から痛み来る感じがそうなんかもうあの何野球少年たちがバーっていたの、うん、あ見られたのね完全に見あの女なんかこけてやがるよみたいな感じうわーみたいなで助けてくれればいいじゃん、うん、なんかみんなドン引きなのねなんでこけたんだろうっていうハテナがすごい見えたあ止まってんのになんでそう止まってんのに倒れたらさ多分病気かなと思うでしょ、うん、この人なんだろうみたいな不思議な感じで見られて、うん、恥ずかしくてもう痛いどこじゃなかったからあすぐその場を去った感じですかそうよかったですね あんまり大きな怪我なくて怪我だけはあのこれ大事なライブも控えてますからね、うん、あの大変ですから気をつけてください、ね、はい、はい僕今日はねちょっと全くあの書き込みは見えないんですけど、はい、そうだよねそう僕はメガネ私が読まなきゃダメなんそう、はい、なんかえ違うなんでメガネかけてないのメガネねちょっとねあの今日はあんまり合わなくて合わなくて動画、うん、動画、はい、なるほどねちょっと今日はそのまま紹介しちゃいますけどね今17分ですよね、うん、はい、じゃあ今日はねもう本当は僕は行きたくてたまらないんですけど、うん、ちょっとどうしても行けないんであのもし行ける人がいたら明日行ってほしくて紹介してほしいということで今日はこれをあの持ってきました前にもちょっと紹介したんですけど、じゃあ今からですねこの僕のコーナーを今からやりたいと思います続いてはこちらです真の聞かずに死ねるかイエイ待ってあのさ言うの忘れそうになってたでしょ言うの忘れそうになった先にこれ紹介してもらったそうだよねもうしっかりしてあ大丈夫大丈夫もう目が見えないからって、うん、全然関係ない関係ない、はい、あのもう明日どうしても行きたいんですけど行けなくてですね、うん、いやこれ紹介しておりますけどバンデレンバンヘーレンおおいいですねもうね明日なんですよ東京ドームはね、うん、行きたいねいやバンヘーレンはほら去年だっけライブやる予定だったんだよね、はい、本当は、うん去年の12月にやる予定でそうでもいきなりちょっと病気が発覚しまして、うん、そうギターのね、エリー・バンヘイレンの人ががんなんですよ昔から、うん、がんの病気が悪化したってことで、うん、中止になったんですよねね延期ってなっちゃってでやっと明日やっと半年ぶりに半年かけて東京ドームでやるんですよ明日、うん、でも大丈夫なのかねまあ1日だけだからそう大丈夫なんだろうけど、うん、結構大変だと思いますけどね病気を患いながらギター弾くっていうのは、うんでまあ、その中でも日本に来てくれるっていうことで、明日東京ドームやるんで、うん、もし見に行くって方は、うん、あの僕のブログとかでもいいんでちょっとあの感想とかをね、はい、あの教えていただけたらという状況だけでも僕を知りたいなとは思ってるんで実況どんなだってあの実際ねバンヘイレンってあの、まあ、ギタリストとしてはもう全員知らない人がいないぐらい有名な、ねうんうん、タッピング奏法っていう、 こうライトハンド奏法っていうのをあの極めたような方なんですよ、うんうん、で、まあ、言ったら地味編以来のもうギターの革命児って言われてるんですよ、うん、異名とそういう異名を持っててあの普通の人が今まで弾かなかったようなその摩訶不思議な奏法っていうんですかね、うん、あその新たなギターの可能性を広げた人なんですけど、まあ、あのそのこのメンバーがねオリジナルメンバーが後ろにこう4人写ってるじゃないですか、うんうん、で、ギターとドラムは兄弟なんですよもともと兄弟でベーシストがいてで、まあ、ボーカリストで 4人の編成なんですけど、うん、あのこのボーカリストあのデイビッド・リーロスっていうボーカルさんがいるんですね、うん、でこの人が、まあ、いる時代がすごいまあ、あの黄金期と呼ばれてて、うん、でその人は途中抜けちゃうんですよ、うんうん、1984年を境に、うん、で抜けて、
もう近年になってようやくまたあのオリジナルメンバーで再開して、うん、バンド活動を始めたんですよ、うん、日本にこのメンバーで来るのが大体、もう30年近くぶりか。そうだよね、うん、ぐらいになる。前回来た時はまたオリジナルメンバーじゃない違うメンバーで、はい、まあ、2代目3代目のボーカルがいたんですけど、うんうん、初代のボーカリストで日本に来るのは本当30年ぶりぐらいだって言って、うん、30年って僕生まれてなかったないですからね。そうだよね。そうそうそう、だからまあ機械的にも、まあ、次これるかどうかもわからないんで、うん、すごい貴重だから、あのギターもしマヘンの名前知らない人がいたら生で見てその演奏の凄さを聞いてほしいなと思う。うん、え、場所はどこでやるの？東京ドームです。東京ドームか、うん、音漏れいけそうかな。いや、東京ドームはあんま音漏れしないです、ね、しないのか。しないんですよ。あ、そっか、そうなんだ。じゃあきついね。うん、だ中に入って、うん、当日券があるかわからないですけど、まあ、あのチケット多分取ってる売ってる人もいると思うんで。あ、なるほどね。あの見れる人はぜひ見た方がいいです、うん、で、まあ、ギター今から習ってるって人もね、あのバヘレン、そのロックの名リフだったりとかが多いんですよ。こういうなんかあの、まあ、そんなに難しくないんですけど、うん、あのロック界で結構有名なギターリフがいっぱいあって、うんうん、あと、うん、これこういう初代、うんうん、あのファーストアルバムに入ってて、あのかっこいいんですけど、意外とこうやってあの分析すると普通に A マイナーのコードを押さえてるだけっていう。なるほど、簡単だけど。簡単なんですよ。全然左で動いてないのに右手だけでそのメロディーを作ってるとかね。うん、あ、そういったとこう有名なのはこうライトハンド。こういうあの要は右手をタッピングっていうんですけどね、こう技、一つの技なんですけど、こういうのもそのいろいろ今まであんまこういう奏法する人はいなかったんですよ、うん、でこういうのもあの新たなギターの可能性として取り入れて、でもうエディ・バンヘレンイコールもう ライトハンドって言われるぐらい有名にしちゃったんですけど、あのあんまりそのギターをこれから習うっていう人もですね、あの一見聞いただけではわからないようなフレーズがいっぱい出てくるんですけど、かっこいいんで、うん、ライブとかでもこうやって普通あのやる人ってやっただけでもやっぱり見た人はインパクトでかいんですよ。確かに、ね、何やってんだこの人みたいな。俺もこれ初めて見た時、うん、何やってんだと思って、はいはい、私もそれ見た時に、うん、え、何この速さみたいな。そう、速いんだけど全然難しいことしてないんですよね。え、そうなんだよ。押して離して押してるだけです、うん、これを早く繰り返してるだけなんで実際そんなに難しくはないんですよね、うん、あのメカニズム的には、うん、だけどあの聞いてると、あ、あの見てる人分かんないから、うん、そう、あのインパクトもでかいんで、ちょっとギターヒーローを目指したいとか言ってる、うん、その高校生とかもいたらね、あのライトハンドも覚えてほしいし、バンヘイレンの曲はそういうライトハンドがいっぱい入ってるんで、うんうん、勉強にもなるかなと。なるほどね、うん、これを多分学校とかでやったらモテるよね。モテる、ね、何あの人すごいみたいな。高校生の時に俺これやったらモテるかなちょっと思ってたもんね。嘘、やった？あのね、そのさっきのバンヘイレンのファーストアルバムに、うん、炎の導火線だったかな、うん、あ、暗闇の爆撃とかって名前のなんか、うんうん、あのタイトルの曲があるんですよ。曲とかインスト、うんうん、ギターインストがあるんですよ、うん、でそれがね終始速くて、最後にそのライトハンドのそのフレーズが入ってるのね。へー、結構長めの、うん、それがめちゃくちゃかっこよくて、うん、これ覚えたら、うん、あのうおーって言われるんじゃないかっていう必死こいて練習したの。嘘、で、その披露したの？披露した。どこで？学校で、あの結構学校 の、うん、そのギター持ってることあんまりいなかったから、はいはいはい、僕わざわざ学校にアンプまで持ってて自分でそれ披露するためにで、そうそうそう、で電車で1時間かかるような学校まで、うん、こんなでかいアンプとギター持ってわざわざ、うんうん、何してんのこの兄ちゃんみたいなの見られてたけど、うん、持ってってあのわざわざその場で披露しましたよ。そうで、みんなすごいって、うん、すごいって言ったけどポカーンって感じだった。ポカーンか、逆に何やってんのってやっぱね、バンドの中でやんないとあんまり意味ないですよ、ね、あ、そうなんだ、うん、ただギターだけだ、ギターだけでやってるとへえみたいな感じになっちゃって、ね、バンドの曲の中でこういうフレーズを入れるとおっって思うんですよね。目立つっていうか。あ、じゃあ高校の時にバンドは組んでなかったのね。あの、いなかったんですよ、やってる人が、うん、なかったから、僕しかいなかったから、だからギター披露するしかなかったんですけど、うん、バンドで やるんだったらバンドで披露するととてもかっこいいです。なるほどね、うん、そっか、それは残念ですね残念なんで、あのちょっと今日覚えて損はないですし、うん、あのもちろんギターの奏法としてもあのもう本当に有名な奏法ですから、うん、一度ちょっと覚えてほしいなと。でこれはまあバンヘイレンの中でも一番売れた1984というアルバムですね。
はい、有名なジャンプとかパナマとか、入ってます。僕のおすすめはね、6曲目に Hot for Teacher って入ってるんですよ、うんうん、この曲がね、信じられないぐらい、ライトハンドがかっこいいライトハンド奏法の曲が入ってるんで、うんうん、頭から入ってるんですそれ、いきなりそれが始まりなんですよ。ライトハンド奏法始まりスタートなんですよ。いやそれがすごく目立つんで、インパクトある、ね、ある。これバンドでやったら超かっこいいなって思う。確かに。ちょっとそれをね覚えてほしい。ちょっと難しいんですけど、ぜひ覚えてみてほしいので、うん、このよかったらこの有名なアルバムをぜひ買ってみてください、はい、でおそらくここに入っている曲はほとんど明日やると思います、うん、ライブで披露すると思います。私ジャンプが聴きたい。絶対やるね。絶対やるよね。絶対外さないんですよジャンプとか、うん、外さない曲も入ってるんで、明日ライブね見に行く人、明日また予定空いてる人がいたら、うん、チケット今からゲットしてでも見に行った方がいいですよと、はい、お勧めしたいので、ぜひこのバンヘレン聞いてみたらどうでしょうかということで、はい、シーンの聞かずに死ねるか、今週はバンヘレンをお届けいたしました、はい、では続きましてちゃんとコーナーのね、はい、シータダのコーナー。はい、もうこれは皆さんが、はい、楽しみにしてる、楽しみにしております。シータタ、シータタです。もう最近なんか皆さんの正解率がちょっと、ね、ちょっと正解率悪いかな、悪い感じですよね。なので今日はちょっと、まあ、僕もまた CD 持ってきましたけど、まあ、ちょっとまたギタリスト目線になっちゃうんですかね、うんうん、おー、なるほど。まあ聞かずに死ねるからでも取り上げましたけど、今週は、はいはい、まあね、クラプトンさんですね、さっき言ってきた、はい、はい、その次に、まあ、さっき言ったバンヘレン、うん、で同じくね、バンヘレンと同じぐらいの時期に出てきて、これもね、ギターの革命児って言われたイングウェイです。なるほど、はい、この人はまたすごいギタリストですよね。ギターに速さっていう概念を入れた人です、うん、でこの3組を、入れてきました、うん、でそもどれもね、ギターのフレーズも違いますし、各それぞれ有名曲もあるんで、はい、これをレーナーにちょっと今から選んでもらってですね、はい、見えないように叩いてもらいます。でイントロが流れますので、はい、そのイントロを聞いてですね、これというアーティストをですね、この3組の中から1組選んでチャット上に書いていただくという、コーナーでございます。で、はい、これ正解した方、複数いた場合はですね、その中から1名様に、割り箸くじですね、当たった方に写真をお送りしておりますので、うん、はい、実際にお届けしますので、初めての参加の方もイントロ聞いてちょっと参加してみてくださいね。はい、はい、では今から1名選んでいただきますね。クラプトンとバンヘイレンとイングウェイです、うん、はい、うん、では叩きます。どうしよう、すごいな。うーん、まあヒントだけ言っとくと、イントロからみんなギターがすごいのが入ってるから、そうだね、うん、すごいギターが入ってるんで、途中からじゃないと分かんないかもしれないね。あ、でもこれならいいかも。ギターリフ、バンヘイレンとクラプトンとイングベイっていう人です。イングウェイ、イングベイ、イングベイ、はい、ベイ、イングレイイングレイ、イングウに点々のベイですね、はい。で、この3組、じゃあいきますよ、はい。まあまあギタリストはね、僕ら志望が知ってますけど、うん、まあ、多分ね、楽器やってない人でも、うん、まあ、このイントロは分かるんじゃないかな、うん、流れてるイントロは。確かにこれは誰でも聴いたことある曲だからわかるかもしれないな。まずね、1問目はちょっと様子見で、うん、有名曲もこれちょっと今流してるんで、うん、いいかね、うん、そろそろちょっとフェードアウトさせて音、はい、はい、今ちょっと音は消えましたけど、はい、じゃあ今これはわかりやすいんじゃないかな、うん、流れたイントロを聴いて、これというアーティストですね、1分間の間にですね皆さん書いてくださいね、はい、じゃあいきますか、よーい、スタート。すごいね、いっぱい書き込みが、ね、スクールオブロックで始まりの歌という、ん、始まりの歌という、うん、コーナーをやってるんですけど、お二人の始まりの歌は何ですか、うん、だって、始まりの歌ってどういう、初めて聞いた歌ってことか、そうじゃないかな、いろんな分野での初めての歌ってことか、そうじゃない、ビーズの太陽の小町エンジェル、うん、あ、それはビーズが初めて初登場1位取った曲ですね、うん、が当時3歳ながらその異質なタイトルとメロディーに驚いて確かにいたの覚えてます。だって今でもちょっと異質だけどね、うん、私始まり一番最初に聴いた曲何なんだろうな、全然覚えてない。初めて買った CD とかあるじゃん。初めて買った CD は
スピードだったかな、スピードかゴーヘブンとか、うん、かもしれない、スピードかあとパフィーだった気がする。あ、もう俺もその時だった、ちょっとその前だけどね、うん、うん、ぐらいで自分の何お年玉で買った記憶があるけど、俺の初めて買った歌ちょっと笑うよ、笑ったらいけないけど、何俺多分内田有紀さん買ったと思った。え、意外。当時ね、なんで、あ、小室さんがプロデュースしたんですよ、はいはいはい、小室ファミリーが全盛すごかった時期 で、うん、でその時にちょうど音楽聴き始めたんですけど、あの内田有紀さんがデビューしたぐらいの年だったんですよね、うんうん、でちょうど曲も出すってことで買ったんですよ僕。へえ、それと安室奈美恵さん買ったと思う。はいはいはい、うん、もう、ああなるほどね、うん、同じぐらい。安室奈美恵さんはね、私のお母さんが大好きでCD とか DVD とかいっぱい持って、うん、あ、DVD ビデオか持ってたけど、お、結構みんな答えてくれてますが、マサさんがイングベイ、流星さんクラプトン、アッキーさんクラプトン、小川さんクラプトン、マサさんクラプトン、あれ、あ、マサさんの答えはクラプトンってことは、うん、みんなクラプトン、みんなクラプトン、うん、おほほほ、全員クラプトンですね。ある意味すごいけどね。ソーシャルストリームの方はまあいないので、じゃあみんな全員クラプトンかな。そうですか。さあ他に書き込みどんどんしてみてください。正解だ、これが正解、全員正解だったらすごい数ですけど、うん、これが違かったら全員外れですね。どうでしょう、どうでしょうか、どうでしょうか。じゃあ正解はこちらでございます。ねれん、バンヘイレンでした。はい、これまさか、まさかの全員不正解、まさかこれ簡単だったのにねえ、てってって聞こえたでしょ、なんで 聞かないのちゃんと、みんな言ったら先週これ出したのに ね言ったらそうだよね、先週ジャンプ流したよ、流したよ、ね、イントロでまた同じイントロ流したよ。ダメだ、どうしようこれ、みんな多分耳掃除は耳掃除あれだけしてって言ったもんね、うん、あれかな、あの湿度のせい関係ないわそれは、湿気のせいで、湿気のせい、耳が聞こえなくなるのかな、どうなんだ、ちょっと1問目からちょっと、じゃあちょっとさ違うジャンルにしようよ、分かりやすいの、分かりやすいの、うん、やばい、これ超ロックのやつしか持ってこなかったんですよ、マジか、あ、でもどうだろう、ねこれは、あ、これはダメか、メタリカか、まあロックが多いですね主に、うん、違うジャンルはちょっとないかな、マジか、うん、あ、じゃあ、はい、ボンジョビとかビートルズは持ってきましたよね、今日、あ、じゃあビートルズなら分かるんじゃない、みんな知ってるじゃん、分かるんじゃないって、もそれを出すかどうか分かんないでしょ、そうだけどこの曲はビートルズじゃないって分かれば二択になるわけでしょ、そんな何ヒント出していいの、だってそうしなきゃみんな当ててくれないじゃん分かったいいよじゃあ、うんうん、あ、洋楽に関して音痴になってきてるのだろうか、あ、じゃあ邦楽今度持ってくるか、そうだね、じゃあ今度次回邦楽ちょっとやって、邦楽持ってくるかってことで、まあ、ビートルズとクラプトンとイングベイでちょっと3この3アーティストから叩きますので、うん、次こそよく聞いて当ててください。さあ、じゃあこれにします、いきます、うん、うん、まあどれもイントロ今流れてる曲は超有名曲ですけど、うん、え、どの曲流してるの今、ああこれか、ああはい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 、うん、これですね、うん、はいはい、これ知らない人、あ、でも知らない人は知らないかな、いやー、けど俺でも曲調でわかるよね、 これはこういうこの人が歌ってるなみたいな、声もね、うん、声はもうほら3人とも違うじゃん、うん、他の人もね、うん、はい、え、じゃあいいでしょうかね、はい、じゃあこの辺で、はい、じゃあ止めましたので、じゃあまた1分間ですね、今から1分間回答時間を設けますんで、この間に答えてくださいね、はい、いきます、よーいスタート、この曲か、うん、さっきはまさか俺全員外れると思ってましたね、まさかのだよね、うん、さあ、あ、なるほどね、この曲か、お、ね、うん、流星さん、小川さん、イングベイ、ほう、イングベイ、イングベイね、僕も弾きたくても弾けないんですけど、これはさすがにちょっと早すぎて、そうね、クラプトン、
アッキーさんはクラプトン、うんね、イングウェイのやつはね見てほしい、あの何 YouTube とかであるから、そう私前に真に教えてもらったんだよね、多分教えてもらって、知らなくてそれまで、うん、で調べてみようと思って調べたらすっごい早い、うん、早いんですよ、ギターなんか見えない、あの何手指がね止まって見えるってまさにこのことだっていうのを、それまでのギターって主にブルースが主体になってるような、うん、ブルースが進化してるっていうような感じだったんですよ、うんうん、ロックのギターも それこに思いっきりクラシックを入れてきたってところ、うんうん、それまであのディープパープルとかもそのクラシック的な要素があったんだけど、ギターで思いっきりそのもうザ・クラシックっていうものをロックで弾いちゃったっていう、そのロックとクラシックの融合とギターの速さっていう次元を変えたっていうのはこのイングベイなんですよね。クラシックってこの音符数が多いじゃん、音符数多いね、だからギターで弾くのすごい難しいのにすごいなって思ったのと、うん、あと実際に見たいなって思った、映像だとやっぱりさ多少遅れるじゃんこの、うん、だから実際に弾いてる、うん、その目の前で見たいなって、弾いても分かんないと思うよあまりにも早すぎてかな、うん、実際見ても実際見てもそうなん、俺あれぐらいに早い人の指見たことあるけど、うん、分かんねえもん動いてんのみたいな、ずっとこの指板が手が離れてないように見えるんですよね、怖いよね、ついてるように見えるんですよ、それ目悪いからじゃなくて、いやいやもうこの距離で見たけど分かんない見た、そうなんです、ちょっと見てみたいな、うん、ねもじゃもじゃの人っちゃイングウェイかなだろうね、この中でもじゃもじゃっつったらそうだよね、そして、イングウェイって早いのか、じゃあ不正解かな、もう遅く聞こえたのかな、うん、曲がね、うん、では回答をもうちょっとですね、じゃあ10秒前からいきますかね、うん、はい、いきます、10秒前、9、8、7、6、5、4、3、2、1、はい、ではですね、うん、はい、これですね、もうこれは当ててほしいですね、うん、じゃあ、レーナがいただいた CD はこちらです、でねん、ビートルズでした、まさかまさかあのね、イングウェイ、イングウェイ、クラプトン、イングウェイって聞いてる、いねえよなんでなんでなんでこんなに人がいっぱいいてさ、誰も当たんないの、だってしかもすごい有名な曲流しましたよ、そうです、有名な曲を、あの、ラブミードゥって曲を今流してました、うんうん、すごく有名な曲ですか、はい、皆さん当たらなかった、ちょっとどうしよう、ビートルズは分かりやすいだろうなと思ったんだけどな、うん、あれ、ちょっとどうしましょうね、困りましたね、やっぱ分かる、なんかさ、これがダメなんじゃない、これ変えようよ、これ変えようか、みんな何だったら知ってるじゃん、むしろ曲、曲そう、多分クラプトンを知ってるじゃん、うん、でビートルズは終わったじゃん、うん、イングウェイが分かんないから、イングウェイはそう分かんない、これちょっとギタリストすぎるか、オフスプリングは、オフスプリング知ってる人どうだろう、オフスプリングね、うん、どこだ、何だったら知ってる、オフスプリングか、あ、オジオズボーンかあとは、そ、ね、あ、それいいじゃん、これなら分かるでしょ、ね、これこれ俺逆に外されるとこうなんか悲しいけどな確かにでもこれならみんなさ毎回聞いてるじゃん、そうですね、だからこれならきっと分かると思うから、これ、うん、じゃあそれ入れますかね、はい、ブライトンのペア、はい、とあと何、ここにあるのはボンジョビとね、レンジグラビッツとイタリカですけど、ロックですけど、うん、主にロックだったんですけど、じゃあこれにクラプトンに、はい、もう一回ビートルズ行きますか、もう一回ビートルズ行くでもその方が分かりやすいか、うん、曲全然違うもんね、全然違うもんな、3コードも多分全然違うから、さすがにちょっと、ね、ビートルズ流すね、ブライトンって言われたらマジ泣くよね、泣くよねね、どんだけイントロ違うねんね、そうそう、だからちゃんと次こそ当ててください、ブライトンとビートルズとクラプトン、うん、お願いします、うん、はい、よし、じゃあいくか、じゃあこれでいきたいと思います、わかりやすいと思うんだけどな、じゃあ、うん、流します、はい、これね、そうだね、うん、これ分かるでしょ、イントロから分かりやすくない、だって分かりやすいと思う、うん、多分この、うん、
今流れてるのはね、このアルバムの、これか、4曲目なんだな、これ。うん、あ、まあ、流れてるイントロが分かるでしょう。うん。もう流さなくてよくね、ここまで。そうだね。うん、でもいい曲だから流したくなる。そうだね。じゃあここら辺で歌の部分止めおきますか。うん、止めておいて、うん、はい、でストップしたので、はい、じゃあもう次はね当ててください。さすがに2回連続全員外してはなかったので、うん、これ3回目のね3度目の正直とって、はい、皆さん当てに行きましょう。じゃあいきます、よーいスタート。さあ皆さん当てられるのでしょうか。お、小川さんがペア、リーセンさんブライトン、はい、アキさんブライトンです。ですかね、はい、ブライ、あ、マサさんブライトン、早いな。これでさ、ビートルズだったらどうする？いや、けどレナだったらやりかねないよな、それ、うん、やりかねない。すごくなんかこう、餌を見せながら見せながらバンって違うものを出すっていう。そうだよ。そういうのもまあクイズなんだね、うん、やっぱりイントロを聞いて当てていただくっていうクイズですから、予想じゃなくて、そう、予想じゃなくてちゃんと聞いて当ててください。そうそうそう、うん、耳に入ってきた音から推測してくださいね、うん、はい、ソーシャルストリームは書き込む必要ない感じですか、うんうん、そうですね。じゃあそろそろ逆に言ったら、うん、まだ参加したことない人もさ、そうです、初めてブラの俺はわかるぜとかね、うん、これを見た方でも、うん、きっとね、シータタ得意な人がね、いっぱい全国に眠ってると思うので、うん、お、今の曲あれじゃんって思ったら、どんどん書き込みしてみてください、うんうん、いいですか。じゃあ10秒前からいきましょうか。じゃあ10秒前いきます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、はい、はい、では、もうこれはわかるかな。じゃあ3問目の答えはこちらでした。でれん、はい、ブライトンのペアでした。これは分かったよね、はい、これは分かるよ完全に、うん、だってね、いつもみんながこう聞いてくれてて、何の曲流れたかちゃんとみんな答えられるよね。ね、そこまで当てないとダメって。そうまさかのここまでちゃんと当ててほしいですね。リサイドフォーヤーセルフ、カルミア、ペア、フォーハッピーエンディング、ラブパワー、これはね、わかるでしょう、うん、まあ、今日はね、特別にじゃあブライトのを当てた人だけで、うん、ちょっと抽選で1名様に私たちの写真、サイン入り写真をプレゼントということなんですけど、はいはいはい、正解者がですね、番号をですね、今から流星さんが1番、あ、違う、小川さんが1番、うん、はい、で、流星さんが2番で、アッキーさんが3番、マサさんが4番です。でこの4人の中から、割り箸くじで、はい、私が引いた番号に当たった人がプレゼントということなので、はい、じゃあ、まあ、4名出しますね。2がないですね。あ、2ありました。あれ2がない、あ、大丈夫ですか、目見え、見え、見えてますか。これ7番です、ね、あ、ありました、ありました、これです。はい、じゃあ4枚、はい、4本ありますので、はい、では、いきます。レレレレレーン、テレン。1番です。お、1番ですか。じゃあ、小川さんですね。小川さん、おめでとうございます。はい、じゃあ、小川さんはですね、はい、あ、お父様のあれがないんですが、あれ、どこ行った。はい、お父様、@genko-a.com、こちらですね。ハンドルネームを入れてメールを送ってください。メールを送っていただきましたらですね、こちらから特定のキーワードを繰り返しますので、そのキーワードが届きましたら番組終了までにチャット上にですね、そのキーワードを書いてください。お願いします。お願いします。ようやく当たりました、3問目で。はい、でもこれは当てないとファンじゃない。ファンじゃない。流星さんも言ってますので。ああ、そうですね、はい、よかったです、皆さんがファンでいてくれて。まあもう一問はね、うん、サービスといえばサービスですから、うん、じゃあ次回はちゃんともっと当ててほしいですけどね。あ、もう終わりですか。あ、もう一回やりますか。もう一問だけじゃやりますかね。皆さんに当てられなかったんで。じゃあ次はどうしよう。じゃあこれ2番のいようかな。じゃあビートルズ、クラプトン、ニルバーナ、はい、はい、これも分かりやすいんじゃないかなと思うので、はい、これちょっと皆さん悔しくて終われないでしょうから、もう一問だけあります、うん、はい、はい、います。さあ、じゃあ
これだ、いきます、うん、ほうほうほう、まあやっぱりね、なんか軽やかっていうか、まあ、カレーだよね、うん、俺こういうフレーズ好きなんだよね、今流れてるフレーズとか、うんうん、こういうのをね、さりげなく弾けちゃう、弾けちゃうっていうか、まあ、弾いてるところってかっこいいよな、うん、もういいかな、もういいよね、はい、うん、じゃあもう早速、すぐ分かると思うんで、はい、じゃあいきます、よーい、スタート、はい、クラプトンとビートルズとニルバーナ、ニルバーナ3組です。今みたいなフレーズをね、ちょっと俺はどんどん作ってみたいなと思いますね、自分でも。お、リュウセイさんはニルバーナ、はい、小川さんもニルバーナ、はいはいはい、まあ確かにかっこいいよね、ニルバーナの曲もかっこいい、うん、まあ、ここに入あの流れてる今流れてる曲もそうだけど、他の曲も俺はおすすめしたいな、うん、うん、小川さんも、あ、そっか、リュウセイさん、小川さん、ニルバーナ、はい、じゃあもうすぐ言っちゃいますよ、これ、はい、どんどん書いてください、はい、アッキーさん、クラプトン、じゃあ、10分前でいきますね、はい、じゃあ、10分前、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了、はい、では正解発表です、ラスト問題こちらです、でれん、クラプトンでした、はい、正解者は、はい、2名様、あ、2名様、アッキーさんとマサさんです、あ、ニルバーナっていう人もいましたね、あ、ニルバーナって人もいましたね、今日全問外れた人も中にはいるのじゃないでしょうか、そうだね、最近の知り方難しいかな、難しいのかな、簡単にしてるつもりなんですよ、じゃあ2名ですね、こちらから1本だけ最初問題、はい、でれれ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 ん、お、一番です。はい。ってことで、アッキーさん、おめでとうございます。はい、じゃあ、アッキーさん、こちら。はい。はい。お父様、@genko-a.com。こちらにハンドルネームを置いて、メール送ってください。で、送っていただけましたら、こちらから特定のキーワードを繰り返しますので、そのキーワードが届きましたら、番組終了までに、チャット上にその、キーワードを書いてください。お願いします。お願いします。今日は4問中2問ですか。うん、ちょっとなんか上がったのか下がったのか分かんないんで、まあでも、まあ良くなってきた、ね、まあまあ良くなってきた、次回はもっと良くなるように、はい、次回は方角でいきますか、そうだね、うん、ちょっと方角を中心にやっていきたいと思うんで、やっていきたいと思うんで、皆さん方角を中心に聞いてきてください、はい、お願いします、では、シタのコーナーでした、はい、では最後に聞かずに、しねこちゃん1曲に行こうですね、はい、はい、またやっちゃいますか、聞かずにしねこ、あんまり紹介するんだけどねはい、今日はね、ちょっと地下室ですから、音も大きく出して、うん、OK なので、今日はどういう曲をやりますかね、はい、今日はあのシンが前回に聴かずに死ねるかで紹介した、うん、サイレントサイレンスバンドの曲を、はい、フィルターって曲ですね、はい、これちょっとおすすめしたい、もう最近出てきた皆さんがモデルさんやってるってね、うんうん、あの可愛い人たちなんですけど、ちゃんと曲もしっかりしててね、はい、あのこれから多分注目度も上がるだろうってアーティストさんの意見、それをちょっとブライトンでね、カバーしてみようってことで、はい、いいですかね、ちょっと前に、はい、では、今週もう絵がすごいいいねいい感じですね、気分も上がってきました、じゃあ今週お届けしますのは、サイレントサイレンで、フィルター何度も言わない
なんですけど、アッパーチューンの、あ、もう一回やっちゃいますか。やりませんよ、これ、はい、はい、カウントが始まってしまいましたが、はい、こういう感じのアッパーチューンが多いんでね、はい、ライブ向きといいますか、うん、今年はツアーも決まったらしいんでね、はい、ぜひよかったら見に行っていただけたらなと思います、はい、そして小川さんからキーワード届きました、はい、ありがとうございます。最後にね、番宣を行いたいんですが、うん、そこにありますか？ん？番宣はそっちかな？あ、こっちですか。ちょっと待ってくださいね。はい。番宣のあれはなかったですか？いや、さっき渡しましたよ。そこにあります。あ、これですね。はい。シンはね、はい、自分がもらったことをすっかり忘れてますね。はい、はい、まずですね、レインボータウン FM79.2、ミュージックデリバリー DX が 毎月第3土曜日の17時から放送です。うん、勝美さんと一緒にやっています。で、今月はもう先週やったんですよね。そう、やったので次来月の第3土曜日なので、うん、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、そして、レインボータウン FM 同じところでやってます広瀬玲奈のロッカビートカフェが毎週日曜17時から放送です。で、さっきのも同じなんですけど、キバオープンスタジオで放送してますので、生で無料で見ることができますので、よかったら遊びに来てください、はい、よろしくお願いします。そして、オールカラー宇宙一見やすいコードブックが、ヤマハミュージックメディアさんから発売中です、はい、これですね、もう最近なんかストイトでさ、次新しい本出さないのってよく聞かれるんですけど、あ、ね、言われますねそうそうそう、こちらはですね、今からギターを始めますという方向けに作られたこのコードブックなんですけど、これは僕の方ですね、僕が著者として書いてまして、こういうふうに、各いろんな、もう音楽をやってるといろんなコードが出てくるんですけど、その中でもよく使うコードをメインにですね、取り上げてまして、その押さえ方だったりとか、その押さえる上でのポイントっていうのを細かく書いてあります。
僕の手なんですよね、うん、こういうのもついてますので、あのこれがギターを覚える方は覚えやすいこの内容になっております、このコードブック。そしてもう一個がですね、これはレーナが、DVD で講師として、出演しているんですが、宇宙一優しいエレキギター始めました、はい、でこれはさっきのコードブックに対して、これはそのエレキギターを買って、じゃあこれから演奏するに向けてどうしようっていうまでのその、色派っていうのを事細かく書いてくれる、指南書みたいなものなんですけどね、これの DVD の方にですね、レーナが載ってまして、このエレキギターとはとか、そのギターを構えようとかね、そういうところを事前に解説してくれてる、うん、そう、ギターの持ち方をね、ちょっと教えてくれる本は今までなかなかなかったので、うん、そう、私がギター始めた頃はどこでこうギターを持っていいのかわからないっていうのがあったんだけど、うん、そういうのとかもわかりやすく、そう、はい、説明してありますので、やっぱり宇宙一って書いてるぐらいですから、そう、ほんと事細かく、分かりやすく書いてあります、うん、なので、この2冊ですね、 Amazon でもご購入いただけますのでね、チェックしてみていただけたらと思います。はい、お願いします。そしてブライトンのファーストミニアルバムペアが現在発売中です、はい、これは全国 CD ショップと Amazon で購入できるんですけれども、はい、あの全国 CD ショップだとあの限定版、Amazon だと、はい、両方買えるんだけど、新ショップだと通常版だけなんですよ、通常版だけなので、うん、はい、そこはね、あ、でもあのストリートライブとかライブに来てくれた方は、うん、両方購入できますし、うん、しかも直接渡すことできるので、はい、サインとかも書いたりできるので、うん、そっちの方がね、ぜひぜひお得だと思うので、そうですね、はい、よろしくお願いします。で、まだ聞いたことないっていう方はですね、マイスペース、YouTube でブライトン視聴できますので、もしよかったらこちら聞いてもらっていいなと思ったら購入してみてください、はい、お願いします。そしてこれですね、8月30日金曜日に音玉2013というフェスに参加させていただきます、はいはい、でこれは音玉というライブはですね、毎年行われている夏のフェス で、うん、で気まぐれんさんがやっている海の家で行われているんですけれども、6月の末から9月まで毎日ほぼ毎日、ね、そう、有名なアーティストさんがたくさん出てて、うん、で今年いろんなアーティストさん出るんですけど、あのスキャンダルさんとかね、有名な方たくさん出るんですけど、私たちはその8月30日に参加させていただくんですけど、その参加するアーティストさんがザ・50回転ズというバンドさんと、アンドモアになったのがシシド・カフカさんが出演します、はい、で、ザ・50回転ズというバンドはですね、荒川アンダーザ・ブリッジとかゲゲゲの鬼太郎をあの主題歌を歌ってる方で有名な方で、はい、シシド・カフカさんは最近お菓子の CM に出てたりとか、あのドラムをね叩きながら歌う方なんですけど、はい、有名な方なので、ぜひぜひブライトンのライブもこのシシド・カフカさんとザ・50回転さんも見に来てくれたらなと思います、はい、場所は神奈川県由比ヶ浜海岸で、オープンが17時半スタートが18時半ということになってますので、よろしくお願いします。お願いします。で詳しい内容すべてですね、私たちのブログに載ってますので、ブログチェックしてみてください。アメーバオフィシャルブログガンバレイズルが私のブログで、シン・星ブライトンがシンのブログです。でアメーバオフィシャルブログのスタートオブドリームが私とシンがやってるブログなので、はい、3つともチェックしてください、はい、お願いします。でこの後ですね、ストリートライブをやろうと思ってるんですけど、うん、18時から錦糸町南口で行いたいと思います、はいはい、多分雨降ってないので、うん、多分大丈夫だと思います、うん、はい、で、もし中止になっちゃった場合とかはブログであのすぐに報告しますので、はい、チェックしていただけたらなと思います。ここでね、実際にその CD だったりとか音玉のチケットも、うん、販売しますので、うん、まだ購入されてない方はぜひそこで買っていただけたらと思います。はい、はい、ではですね、ぜひこの後時間があったらぜひストリートライブに来てくださいね。はい、はい、では、今日も1時間生でお付き合いいただいてありがとうございます、はい、最後の決めのポーズで終わりたいと思います。はい、ではいきます。木曜12時からはお父様ランチ、ストリートライブ見に来てください。はい。